おはようございます。おはようございます。めっちゃハッピーな表情してますね。そうですね。よく笑うんですか？あ、そうなんです。ツボが浅くて。ツボが浅いんですね。なるほどね。今日よろしくお願いします。お願いします。どうですか今の心境？緊張してたけど、なんかだいぶ楽しいです。だいぶ楽しいですか、うん、昨日はどうですか？しっかり眠れましたか？緊張であんまり寝れなかったです。あんまり眠れなかった、うん、何時間ぐらい寝たの？ 3,4 時間ぐらい。あ、体調大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。まだ若いっすよね。そうですね、言われますね。何歳なんですか今？28歳です。 28? あ、全然見えない。若く見られること多いっすよね。そうですね。あと聞きました。何してる人なんでしたっけ？格闘家です。ですよね。はい。全然見えないね。だってなんか指一本で倒せそうですよ。いや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 、そんなそんな。あれ、なんか格闘家なのに爪が。それってどういうことなんですか？ちょっとおしゃれしたくて。あ、今日のためにってことですか？はい、ああ、なるほど。普段はじゃあもう普通にナチュラルなんですか、はい、なるほどね。ただ僕まだ全然信じてないんですよ格闘家ってこと、うん、ちょっとなんか立ってもらって、はい、パンチ打ってくれません？パンチですか？はい。ここでいいですか？はい。おお、怖え。え、もう一回もう一回。やばいね。蹴りは？蹴り脱いでいいですか？脱いでいいですよ。あら、痛そう。あ、どうぞどうぞ座ってください。へえ、本物ですね。格闘技っていつから始めたんですか？10歳の時に始めました。10歳の時に始めて、はい、10歳ってなんだ、小学生ですよね。はい。で、中学の時もやってたんですか？はい。高校の時もやって。高校も大学卒業までしてました。して、そっからは？そっからも今はプロとしてキックボクシング続けてます。なるほどね。強いんですか？強いかどうか分かんないけど、でも負けたくないですよね、他の人にも。ああ、なるほどね。そうなんですね。結婚してるんですよね？そうですね。結婚してどれぐらいなんですか？3年目です。結婚して3年。はい。ご主人とはどこで知り合ったんですか？同窓会で知り合いました。同級生です。ああ、なるほど。なんか同窓会で再会したってことですか？あ、そうです。はい、そうですね。うまくいってます？いや、それがなんか1年前に旦那さんの不倫が発覚して、うん、そこからはちょっとセックスレスになってます。ああ、じゃあ今日来てくれたのってそういうのも理由があるって感じたんですか？そうですね。不倫発覚した時ってどういう気持ちになるんですか？ムカつくんですか？悲しいんですか？悲しい。悲しい。悲しみと怒り。ああ、なるほどね。それってご主人に問いただしたんですか？いやいや、そんな。あ、じゃあ言ってないってことですね。ああ、なるほどね。なんかこの話されるの嫌そうなんで次の話にします。そうですね、うん、けど格闘家でこんな可愛い人いるんですね。モテませんか？うん。うんって言った。はい。あ、モテるんすね。モテますね。へえ、へえ、そうなんだ。自分でモテるっていう。恥ずかしい。恥ずかしいよね。まあまあ、けどモテそうだと思います。浮気とかはしたことないんですか？今ないです。ああ、ないんですね。そっか。いや、興味深いですね、格闘家の人妻さんって。ちょっともうちょっといろいろ聞いてっていいですか？はい。ちっちゃい頃を格闘技始めたって言われてたじゃないですか。はい。ちっちゃい頃どんな子だったんですか？
すごい打ち気でした。え、そうなんですか。はい。へえ、なんで内気なんですか。いじめられてたとか、それはない。はないですね。ないんだ。なんか人前にこう出るのが苦手なタイプやったから。けど、試合とかどうだったんですか。あ、そう、試合ってなるともう自分の世界入っちゃうんで、こう何でもできああ、なるほどね。けど今話すのもね、すごいハキハキしてていい感じだと思いますけどね。中学生の時どんな人だったんですか。中学生の時も結構割と内気で一匹狼みたいな感じ。格闘技ってやっぱあれじゃないですか。リングの上で戦うじゃないですか。ストリートファイトはしたことないんですか。あ、それはないですね。それはないんですね。ごめんなさい、ふと思いました。初恋っていつなんですか。初恋は中学2年生の時でどんな人だったの。す。すごい優しくて一緒にいると楽しい人でした。ああ、なるほどね。そっかそっか。その人とはお付き合いとかは。してないです。初めて彼氏できたのっていつなんですか。大学1年生の時です。へえ、それまではなかったんだ、じゃあ。はい。ってことは初体験は。は大学2年生の時です。大学2年生の時に、付き合った人とってことですか。はい。はい。経験人数は何人なんですか。2人あ、じゃあその人とごです。は主い。人のみ。そうですね。けど格闘技やってるってことは、ご主人って普通の方なんですよね。はい、普通の方でご主人ぶっ倒そうと思ったら余裕で倒せるんじゃないんですか。す。そうですね、負けたくはないですね。負けたくはない。喧嘩でそういう感じにもならないんですか。そこはぐっとこらえてああ、ぶん殴りたいなとか思うんですね、今やっぱ思り。いますね。ああ、けどそ思こっは、ちまあ、プロですからね。ですよね。わかりました。なんかちっちゃい頃好きだった漫画とかアニメとかってありますか。ドラえもんとかクレヨンちゃんはよく見てたと思います。しんちゃんのモノマネしてくださいよ、ちょっと。おーい。やるんだ。最高っすね。ありがとうございます。あれ？ドラえもんいけます？ノリ良くないっすか？ノリいい方なんすか？ああ、好きな映画とかないんです好きな映画、系の映画は好きです。か？ああ、なるほどね。そっか、他ないんですね。あん最ま近り。ハマってることあります？じゃ最近ハマってること、あ。Netflix で会えば全部見るとか。見ました？ 見ました。映画は？映画も見ました。映画見ました？単行本は読んだ？読んでないで映画までだ。す。はい。どのシーンが一番好きなんですか？何やろう、全部好きで全部好きなんですか？全部なん好か感動したシーンとかないんだ。き。映画で煉獄さんが殺されるシーンはちょっと感動して泣きそうになりました。悲ああ、しかった。いい人なんですね。なんかいい人ですよ。刀投げるとことか最高じゃなかったですか。ああ、そうですね。卑怯者ーっつって言ってたよね。そうだよね。うんこ。そんな笑い方する？うんこって。なんで急にうんこ。ごめんなさい。すいません、すいません。まあ、わかりました。なんか喋ってると本当普通の女の子って感じしますよね。よく言われます。そっか、お酒は飲むんですか？ お酒、友達との付き合いで飲みますね。ああ、やっぱそういう格闘技仲間じゃない友達もいるんですね。はい。ああ、じゃあ本当普通の女の子だ。なんか、そっか。今日気持ちいいセックスできると思います？はい。楽しみです。楽しみ。性感帯ってどこなんですか？指さしてください。乳首とか？指さしてって言ってるのに言葉に出すんですね。いや、全然いつよりリアクションいいですね。ああ、なるほどね。わかりました。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。
お願いします。ちょっと最後もう一回あのシュッシュッってやつやってくれますね、はい、2連発でいいですか。2連発いいですよ。声あると嬉しいな。声とか出さないですから。出してますよね。出しますね。お願いします。じゃあ声ありで。